ぐに相手の後ろ三角に、ショーダを打ち込む小手返しをやりましたけれども、今回は、巻く小手返しをやってみたいと思います。巻く小手返しですね、もうこのままやってみます。この状態で、小手返しはこの、ツボを取るんですね。小指と、薬指との間のツボ、こちらの方が大事で、こっちはまあサブなんですけれども、本当は片手だけで倒した方がいいんですけれども、ここを、巻いてやるというやり方があります。というのは、ここを持った時にですね、相手が嫌なので手を引っ込めてきた時、はい、手を引く。ここに巻き落とします。はい、これは相手の軸の中に入るっていうやり方ですね。反対もやってみましょう。この状態で、相手が嫌なので手を引っ込めてきたので、巻いてやります。そうするとこのぐらい効きます。これはちょっと特殊な小手返しになります。でもう一つありましてですね、こう取った時に今度は相手が手を伸ばしてきた、嫌なので伸ばしてきた時には自分の軸に落とします。で反対ですね、嫌なので相手が手を伸ばしてきました、はい、自分の軸の中に落としますっていうのを、やっています。以上です。巻きますが、ちょっとここ手当てて、はい。この状態で相手が嫌なので、手を引っ込めてきた時には、相手の中に入ります。はい。そうです。で、逆にですね、今度は、はい。手取って、はい。嫌なので相手が手を伸ばしてきた時は、自分の軸の中に落とします。そう。以上になります。